人の気持ちを引きつける技ということで、速攻ところ遅いって書いてありますね。スポーツやる人は分かりますね。早く攻めるのとじわじわ攻めるというのがありますね。例えばここのところで人の気持ちを引きつける方法で速攻を不快にする技、これがあるんですね。速攻を不快にする技はい、純一さん、速攻を不快にする技何か一つ教えてください。まあ、純一さんのようにね、素敵な人はそれをやらないと思いますけど、あえてやるなら奥さんに対してどんなことしたり、そうすると分かりやすいですか。嫁に対してですか。はい、話を聞かないと、何で否定する。否定する、いいですね。それはどちらかというと話聞かない、じわじわと嫌な感じですね。どちらかというと、もっと直接お前飯まずいなとか赤とかブスとか言えばですね、まあ、速攻傷つくわけですね。はい、もっと簡単なのが暴力ですね。ボンってブスということです。子供やなんかやっぱり幼稚な能力、あのコミュニケーションですから、好きな女の子ができたりとかするとボンってブってバカブス死ねとか言うんですね。そんなこと本当は言っちゃいけないことをもうどんどんと、並べるわけです。で、今の、まあ、純一さんの技がこちらですね。じわじわいく無視あと陰口とか意地悪ですね。本当はなんか食器洗ってあげようかなと思ったんだけど、あいつの仕事だからやんないどことか、まあ、そういうようなことをするとどん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 と不快になっていくっていうことです。で、こういうふうな不快な技を、やっていけば当然相手は不快になってきますから、向こうも不快の、まあ、返しがあるわけですね。仕返しが来るわけです。じゃあこれと反対のことをしてあげれば爽快になってくるんですね。所得問答校ですから豊か校ということで豊かになっていくわけですね、気持ちがね。はい、じゃあこれと反対ですけども、じゃあこっちからいきましょうかね。無視とかこういうのの反対は金さん何でしょうか。無視の反対は何でしょうかね。無視しないっていうのはどういうことでしょうか。ですね、はい、何でしょうかね。話しかける。そうですね、話しかけていったりとか、陰口とか意地悪とかだったら、くすみさんどうですか。陰でやるんですね、これどちらも。陰でやるんだとしたら、どういうことを陰でしてもらいたいですか。そうですよね、後ろのところでサポートしてくれていたりとか、陰で褒めてもらった方がいいですよね。陰で悪口言うんだったら、陰で褒めてもらった方がよっぽど、あいついいこと言ってたよっていうふうに言われたりとかするわけです。つまり、まあ、簡単に言えば無視の反対は関わるってことです。積極的にどんどん関わっていく。で、陰口言うんじゃなくて根回ししてくれたりとか、意地悪するんじゃなくてサポートしてくれたりとか、こういうふうにしてくれるとどん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 気持ちよくなって、で、徳が積まれていくわけですね。そうすることによって、あの時こんなふうにお世話になった、自分が一番困ってる時こういうふうにしてくれたから、じゃあ自分もなんか返そうかな。やっぱり自分の方から先にやるっていうか、みんなやってもらいたいんですね。だからこちらの方が先にやらなきゃいけないのに、なんか向こうの出方を伺っているっていうことなんですね。じゃあそれに対してこうですね、暴力、悪口ですけども、じゃあ悪口ではなくって何を言ってもらいたいですか。悪口じゃなくて、どうせ言うんだったら褒めてほしいですよね。じゃあこれがなかなか出てこないんですね。暴力の反対はどうですか、感じたら。暴力ではなくて、暴力の対極とは何でしょうね。私は漢字一文字にしてるんですけど、そのとおり、さすがですね。はい、まあ、悪口の反対は、まあ、褒めるということですね。どんどんと褒めていけば気持ちが良くなるし、それから暴力ではなくて愛ですね。まあ、中学生にはなかなかこう愛って照れくてなかなか言ってくれないんですけども、こういうふうに言うと分かります。暴力、世界的な暴力のことをなんていう、戦争だろ、戦争の反対は何、平和だ、ピースだ、なんとか&ピース分かるか、ラブ&ピース愛だろっていうふうにやってます周りくどいですね、まあ、そんな感じです。で、こちらっていうのは実はですね、小学生やなんかでも分かるんです。こうやって言えば分かってるんだけども、でもこっちをするんです。それはこちらにすごい魅力があるんですね。ものすごい魅力ではなくて魔力だと私は思ってるんですけど、どんな魔力があるか分かりますか。出てこないです。私は40を超えてようやく分かりました。これはですね、なんと 100% の魔力なんですね。通じちゃうんです、大概の人に。まあ、中にはいますよ、暴力が好きっていう人も悪口言われた方がいいとか、むしろ最高って 100% ではないかもしれませんけど、まあ、ほぼ 100% の人がこういうふうにすると気持ちを引きつけることができてしまうんです。
これはどうしてか、ようやく分かりました。人間が動物だからです。動物っていうのは不快なところから逃げないと死んでしまうんです。食べ物やなんかこうあって、それが毒であればそこから逃げなければいけませんし、敵が襲ってきたら逃げないといけないわけですね。ですからやっぱりこう防衛本能というのが働いていて、不快なものから逃げようとするのは習性としてあるんですね。ですからこちらの方がいわゆる簡単なんです。幼稚なコミュニケーションでしょこれ。でもこちらの方がやっぱり子供は先に通ってくるってことですね。じゃあこちらです。こちらの方やなんかっていうのはなかなか通じない時ありますよね。例えば愛ですね。親の愛っていうのは自分が親になって初めて気づいたりとかします。あと褒めたとしても、何言ってんの、どうせそんなの上辺でしょっていうふうに思われたりとかします。関わったら鬱陶しいって言われます。根回ししてやったのに無視されます、ね、サポートしてんのにうざいって言われます。そういうことをしてんのにもかかわらず、本当はいいことを自分がしてるにもかかわらず、それっていうのが通じないことがある。そうするとこちらの魔力に負けてしまうんですね。あいつ一生懸命俺が褒めてやってんのにさ、何も言うこと聞かないんだったら悪口言っちゃおうってなるわけですね。うん、褒めても全然ダメだけど殴っちゃおうとかね、無視してやれあいつ、みんなで無視しようぜ、こっちの方が流れていきやすいんです。それは簡単に通じるからですね。じゃあなぜこちらが通じないか、これ簡単なんです。器の分しか受け止められないからです。相手自身の器が小さければそこに乗っかる分しか受け取れないんですね。愛情もそうじゃないですか。小さい頃は受け取れるものが少ないですよね。その分たくさん、まあ、愛情を発信はしてますけど、ちゃんと親の気持ちっていうのが受け取れるのには時間がかかりますよね。まあいろんなところサポートやなんかにありがとうってね、まあ、和平さんはどんどん言ってますけど、まあ、そういったのをこう本当に心から言えるっていうのはレベルの高いコミュニケーションだっていうことですね。